図版テーブルヤシ、茶前ドレアエレガンズは小型のヤシ科の植物。観葉植物として栽培される。高さ1から2メートルの小型のヤシ。株立ち性で、茎は細くて、緑色、環状葉を持つ。葉はタング状を吹くようで、能力色。長さ70から90センチメートル。小葉は先端が尖り、中ほどは幅広くて、やや光沢がある。死有一種で、 花は小型で鮮やかな黄色になる。果実は赤橙色を帯び、帯。種子は小さくて黒い。なお、イリストは本種の和名を指定していないが、広くこの名で流通している。メキシコ、グアテマラを原産地とする。テーブルヤシ族はメキシコから南アメリカにかけて100以上の種がある。小型のヤシが多く、栽培されているものはいくつかある。普通この名で流通しているものには、 情景の学名が当てられてきたが、童貞そのものはやや困難であるよし。同族のもので、姫テーブルやシートゥネラは、さらに背が低く、葉は先端がに列するがう上に裂けない。これもよく栽培される。過剰干渉価値の高いものとして、よく栽培される。栽培は容易で、体感性も強く、日本本土でも、普通の家庭の室内で十分冬を越せる。 沖縄や八丈島では、古外で、よく生育する。ドランスフィールドは、本種を指して、おそらく室内で育てられる植物の中で最も強い、とし、他の植物に耐えられないような日照不足や乾燥に、強く、また人の不注意にすら耐えると書いている。日本に持ち込まれたのは1955年頃とされ、その当時は、学名かな読みのチャメドレアも使われた。以下、記載は、 朝山ほか、P197、掘ったほか辺、P246、演芸植物大辞典に P2544、掘ったほか辺、P246、掘ったほか辺、P246 ドランスフィールド P114、朝山ほか、P197、ありがとうございます。